気をつけているつもりなのに、いつの間にか、家の中に、虫が入っている、か、ハエ、ムカデ、など、嫌ですよね。その原因は？玄関、窓、サッシに、隙間がある。出入りの時に、一緒に入ってしまう。排水管トラップに、水が溜まっておらず、配管を伝って入ってくる。床や天井に隙間がある。窓ガラスと網戸の開け方を間違えている。網戸は内側から見て右側が基本。網戸を左側にして左側の窓ガラスを半開きや開閉すると隙間から虫が入ってしまいます。洗濯物について入ってしまう。などのことが考えられます。家の周りに川や林田畑などがあると虫の入る数も多くなります。よろしければあなたの虫よけ対処法も教えてください。コメント欄へお願いします。